あ、どうも、投稿3日前から編集し始めました。遅すぎやろ。フランケンシュタインということで今回も徹夜して編集していくわけなんですが、投稿間隔3週間あったのに何やってたんだよ。はい。はいはい。ほう。じゃあ、決めるぞ。編集しろかす。ということで今回も元気にテストやっていきましょう。まずは1キル続いて2キル、そこの砂地もしっかりカットして取りこぼした。下のやつで4キル目、左の5人目はミスショット、1バレにより撤退からのリロード。マイクラ動画なんで実況してもらえますか、それとも潰れますか。ごめんなさい、実況します。潰れますかっていう選択肢怖すぎな。トリマ2週間ほぼサボってたのは分かったね。よし、潰すか。え、結局はこうなるんですね。最高のオチだろ。ダメだこのバナナ、もうやっていけんわ。さっさと出荷しないと。うわ、霊夢がマリサ泣かした。あわわ、ごめんごめん、そこまで落ち込むとは思わなくて。あ、くしゃみ出る。え、は、は、あ、なにこれ。冒頭の茶番で1分も使うなよ。ビート刻んでたし。ビートを刻む？は？ということで早速噂を紹介。早くしろ。まず念願のロケランに無限エンチャントつけました。ぶっ壊れで草。あとついでに火炎放射器にもつけました。火炎放射器なんてあるんだな。てかそんなに武器揃えてどうするの？大丈夫だ。問題ない。答えになってねえよ。今回はなんとですね。なんと。その前に。戦車作りました。この戦車はアメリカ MDT の M1A2 エイブラムスです。ついに最高級戦車か。スペックはこんな感じ。威力も申し分ないです。さっきから的になってるリッチかわいそう。続いて、まだあんのかよ。アメリカ海兵隊の水陸両用歩兵戦闘車の LAV25AD カッコ対空仕様です。長すぎ。スペックはこんな感じ。そろそろ何するか教えてもいいんじゃない？いや、今噂を紹介中なんですよ。順番に説明するんで待っていてくださいよ。そうやって一々挟むから説明が長引いてるんじゃないんですか？それとも嫌がらせですか？ごめんだけど、口パクおもろい。そこにリンゴとか突っ込んだら、こっさり陣になりそう。やめてくれる？そうそう、あとこの戦闘の中はですね、こうなってます。何の祭壇だよ。勧誘お断りなんで。違う、ただの倉庫だよ。トロフィー余ってたからここに置いたの。そうですか。はい、ということで早速本題に入りましょう。今回は黄昏を攻略します。これから黄昏の森殲滅作戦についてを説明する。今回はマリサが作戦リーダーなのね。お、余計なこと言うな。アンケートでこうなったからな。あーってなんかおかしくね。今回の目標は雪の女王、ウルガスト、ヒドラの3体。場所はそれぞれオーロラ宮殿。ダークタワー、ヒドラの巣になっている。雪の女王は室内にいるため近距離戦。なお奴の特性からして火炎放射器を使うのが妥当だろう。ウルガストはタワー頂上の上空にいるため LAV で対空攻撃を行う。ヒドラは硬い服で覆われているため通常攻撃では歯が立たない。そこで最新鋭戦車を使い倒す。以上、質問は？その戦車でラスボス級のヒドラを倒せる根拠は？いくら最新だからといっても所詮は戦車でしょ。ここでうまく論破すればリーダーの座戻ってくるかも。エイブラムスが放つ 120mm 砲弾 APFSDS は最大67cm の装甲を貫けるから安心しな。あー、これ無理。さすがマリサ抜かりない。費用は私の倍以上だけどね。では説明は以上。作戦時の移動は原則ヘリを使い、無駄な戦闘を避けるように。作戦は10分後、はい解散。なげよ。はい、というわけでこんにちは。え、急に緩い感じになるじゃん。雰囲気は作戦会議だけなんでね。そこはマリサでも変わらんのか。ではまず最初に雪の女王でも炙りに行きますか。おい、サイコパスいるって。え、今なんて？だからサイコパス。サイコローパス。あれ、共同した悪いもんでも食ったか。ヘリから突き落とそうぜ。ごめん、そろそろ着くかな。あれ、まだ乗ってんの？冗談でしょ。女王、だんだん。なんだこいつ。せっかく乗ってやったのにそれはないだろ。だとしてもさすがに困らん。お前ら二人降りてくれない？ということで到着しました。うまく着陸してくれよって引っかかってるし。任せなさいよ、私は来るよって言いながらそこ削るのね。こういうことだ。どういうことだよ。ここで可愛らしいお出迎えがありました。全然出迎えられてねえじゃねえか。うんうん、それで？ああ、そうなんだね。会話になってねえ。では早速潜入していこうかな。ボスはどの辺にいるんだ？多分上の方だから、ここら辺掘ってけばたどり着くでしょ。どうした？めんどくさいんだよ、わかるよね。お、おう。ということで、あんなとこに入り口を発見しました。かっこ破壊。では侵入しましょう。あのペンギンの親玉を倒しに。おい、すごい、聞こえてるって。だとしたら妨害だろ。では今度こそ潜入しましょう。ってかなんか散らかってるね。お前がやったんだよ。動物の承諾だー。
なんか迷路みたいになってて全然見当たらない。ベイビーバーは出てるんだけどな。上から潜入したのに結局探索してるのね。フランお口チャック。お前ファスナーついてんのかよ。おいつき閉じながら喋んなよ。ゾロ飛んでくるって。あーここはどうですか。いやなんかヘリいるんですけど、あいつらどこにでもわっからな。あの部屋の感じ多分上にボスいるよ。じゃあ RPG。 いやここはヘリって燃えるんだな。ということで上を目指しましょう。うわ水出てくんのかよ。さすがボスで痩せにくいんだね。いっそのこと吹き飛ばそうかな。ペンギンがかわいそう。いた？え待ってゲリラにでも聞かれてるんですけど。さすがボスで痩せにくいんだね。ゲリラに防衛させるのは一枚上手だったな。こすいやつめこうなったら意地でも攻め込んでやる。無理でした。はや。さすがボスで痩せにくいんだね。お前は他に感想ないのかよ。ということで別ルートを模索中。模索というよりこれは開拓だな。でもさすがにこの手段はほどほどにしますよ。ペンギンたちがかわいそうだからね。ほどほどとは一体。お前ペンギンに帰れって言われたの根に持ってるだろ。そんなことないよ。あれだろその顔は。ということでどこからともなく湧いてくる水のせいで苦戦しております。霊夢それをなんというか知ってるか。アルプス山脈より美味しい天然水。自業自得だよ。あそっちね。そうとも言うよね。言わねえよ。ということで不正解記念にドン。環境破壊は気持ちいい。やばいやばい。やつが2体食ってきたんですけど、体力も一瞬でこっそり人間にされて死にそうなんですけど、とりあえず逃げろ。そしてそのまま地上へ。わかった。とりあえず隠れてって飛び降りねえよ。いや最高の取れ高じゃんか。この木を逃すな。フランの言う通りだなしね。ダイレクトだな。おい作戦リーダーもそう言っておられるので、ぜひぜひ。じゃねえよ食券乱用はダメ絶対。食券を乱用。ということで気づいたら尺がいい感じなので、サクッと攻略していきましょう。できるなら最初からサクッとしてくれよ。できないからサクッとしてないんだよ。サクサクうるさいな。で肝心の YJ ですが、JK みたいな言い回しすな。その大変言いにくいのですが、なんで女王様であるお人がベンチに入っておられるのですか。お前これベンチに入れたのかよ。不敬罪だろ。あもしかして肛門括約筋が緩いんですか。なんてことを覚えで嫌がる。垂れ流しなんですね。いやこれは不潔罪。やかましいわ。トレーニングを2ヶ月続けると改善されますよ。余計なお世話だろ。にしても便器で攻撃してくるのはなかなか痛いな。鈍痛だね。いろいろとかわいそうだから早く倒してあげて。確かにそうだね。早く便器から解放してあげよう。善意かもしれないが明らかに悪意しかない。ということでサクッと倒しました。本当に最後だけサクッと言ったな。最後だけ。ということでお次はウルガストではなく先にヒドラを倒します。おい作戦通りに遂行しろ。次はウルガストだ。いやでもこっちの方が距離的に近いよ。移動で時間取られたくないでしょ。臨機応変に対応せねばな。許可しよう。マリサですら作戦通り進まないのね。ということで少し離れたとこに着陸しました。今度はサクッと終わらせろよ。もちろんサクッと行きますよ。もうサクッとしてなくないか。少し引けてますね。そういう意味ではない。ということで早速ヒドラ倒していこうか。もちろんサクッとね。今までサクッとしたことないのにもちろんとか言うな。作持ちってことか。最高じゃん。外借りな格はじゃねえよ。てかさっきからダメージ入らないんだけど、なぜなぜ。知らねえ知らねえ。なぜの体にも初めて聞いた。あとマジレスすると当たり判定顔じゃなくて胴体にあるよ。あそうなの。いや頭でもダメージ入るんですが。あごめん嘘ついた。遠距離からの一方攻撃対策として近くじゃないとダメージ入らないんだった。おいつ連撃いるって。たった一回の嘘で巨連撃扱いするのやめてもらえる。燃えるたびに叫ぶなよ。細く粉々じゃんか。ミニクソでしょ。は何でもないです。なんか戦車じゃ時間かかりそうなのでもう強行突破します。おいそんなんで大丈夫かよ。意外と周りブルブルして MDK 言いながら撃てばいける。だいぶ時間はかかりそうだけどな。てか何 MDK ってドンキーコング。ねえ今どんな気持ち。の役。精神攻撃も仕掛けるとはさすが。いや言葉通じないから意味ないだろ。うわもう撃てんだった。バカだな。お前もな。 A few moments later later one hour later。ということでサクッと終わらせました。確かにサクッとだったが実は1時間弱カットしている件について。ということでお次はウルガスとか民族さ。飽きてんじゃねえか。さすがにこっちはサクッと終わらせますよ。頼むぜ本当に。これ絶対フラグだろ。まとりあえず対空しますか。タワーから結構離れてるけど狙えるの。舐めてもらっちゃ困りますよ奥さん。奥さんではないぞマス。鋼のババアじゃんか。ということで案の定ガトリングじゃ届きませんでした。ダメじゃねえか。しかしここでミサイルの登場。この四角でロックオンして発射。当たったみたいだね。よしウルガスト攻略と。いやもう一体いるんですが。そいつらはカーミナイトガストガードと言ってただのガストです。スレイム賞に包み焼きハンバーグ食べたい。それはガストじゃなくてココスな。タワー内を探索してもいいのですが面倒くさいよね。いきなり同意を求めてくるな。ということでやっぱり近代兵器を使うわけですからヘリでサクッと倒していきましょう。わかったから早くサクサクしろ。倒しました。お前は程よくという言葉を知っているか。極端という言葉ならダメだこや。ということでこれにて黄昏の森伝説攻略しました。イエーイ。こんなんでいいのかよ。メインの目標じゃないからね。サクッとやればいいんですよ。せっかくなんで帰りは探索しながら下ろうかな。ダイヤありました。迷路作った人泣くぞ。こんな見つけ方じゃ。帰ってる途中になんか見つけました。なんだあれ。え
あれって、まさか。ではないんですけど、どう見ても天空の城やん、城には見えないけど。でも完全にラピュタ。おい、馬酔いはないようにしてたのに、とりあえず着陸しますか。なんか思ってた以上にでかくない？それな。それとお城が想像以上に豆腐だね。いや、城ではないだろ、さすがに。なんか入り口みたいのがあるぞ。クソデカで入り口発見、中に入れそうだね。チラリー。おい、なんかいるって、クリーパーみたいな顔があるよ。なんじゃあや。あやべ、気づかれた。あれ、クソデカミーじゃねえか。自分のことミーって呼ぶんだな、お前。ニャンチューと一緒だね。そんなことどうでもいいんだよ、どうすんだ、このクソデカミー絶対強いでん。想像以上にあっさりでした。全然強くないのな。それ言うだもん。なんか奥にロボットの兵隊らしき物体がいるんだが。あの粘土か鉄かわからないやつね。いちいち天空ネタを引っ張るな。ではまず一名様ご案内。からの今度こそサクッと言ったでしょう。珍しくな。ということで今倒したのはボスではないので、トロフィーではなく、このクソデカツルハシとクソデカ剣をドロップしました。クソデカに意外と弱かったな。ブフ、何その絶望的なネーミングは。お前が言ったんだろうが。ということで無事帰ってまいりました。はい、お帰り。編集でサクッと言ってるけど、実際結構時間かかったんだよね。疲れた。編集でもサクッとしてなかったけどな。そして報酬はトロフィーとダイヤ3つにエメラルドが31個でした。おー、結構いいね。これで黄昏の森のボスから手に入るトロフィーは全てになるね。ここまで集めたの初めてじゃないか。いや、本当に。ということで今回はここまでにしようかな。思ったんだけど、霊夢さということでって言葉使いすぎじゃね。今日の動画すでに24回言ってるんですが。さすがに言いすぎやろ。え、そうでもなくない？みんなも使うでしょ、このクソ便利な接続を。だいたい30秒に1回言ってるんだよね。いや、言いすぎだわ。じゃもうということで禁止な。マジか。意味が同じで言葉が違うの言ったら、類義語ナイスアイディア。では、そんなわけで今回は終わりにしたいと思います。多いね。であるからしてチャンネル登録よろしく。なんか違くない？